はい、平安鎌倉武将紀行伊藤助親公、物見塚伊藤氏の館跡ですね、助親公の立派な騎馬像があります。助親公はですね、平安末期の武将なんですけども、いわゆる工藤氏の一族なんですよね。工藤氏とか加納氏とか、みんな伊豆の、土地の名前を名乗っていますけど、この地に根付いた豪族同胞ですよね。で、工藤氏の6代目でもありますし、まあ、伊藤氏の祖ということにもなってるんですが、まあ、伊藤家継という方が家祖ということになってますので、まあ、実質的に、まあ、伊藤家のですね、代表者ということでいいと思いますね。で、また河津姓も名乗ってますので、まあ、河津助親とも言いますし、まあ、息子さんはね、その河津姓を引き継いで河津助安、今大河ドラマでも著名な俳優さんが演じられてますけども、まあ、そういった方たち、をまとめるような立場にいてですね、水はともかく、まあ、東国にも、まあ、特に相模とか駿河にも名前の聞こえた、有名な武将ということになります。それは何より勢力が大きくなったのは、まあ、当然兵士を後ろ盾にしたですね、権力争いで、この地域では、まあ、相模といえば三浦義澄でしたけども、やっぱりこの地域における代表的な武将、または相模、西相模になりますけど大場景親とか、まあ、要するに兵士をですね、後ろ盾にした、勢力を持っていた武将たちが何人かいますけど、その代表の人だということが言えると思いますね。で、まあ、結果的に頼朝につかなかったと、要するに千鶴丸の件もありまして、まあ、要するに北条時政は自分の娘婿になりますから、ドラマではね、じいさまじいさまって、まあ、実際祖父なんですけど、例えば北条義時とか三浦義村も、まあ、外孫になりますよね。結局血でつながってる人たちがこの時代非常に多いですし、親密な関係なんですけども、まあ、例の工藤助経のですね、とのですね、やっぱり土地争いとか、そういうこともですね、まあ、後々いろんなことに引き金になっていくんですけど、まあ、最後ですね、伊藤助親公はその兵士で、要するに頼朝には頭を下げなかったわけですよ。まあ要するに流人のね、分際でと、まあ、でも実際本音はどうかは分かりませんけど、まあ、自分の意地を通したというような形で、最後は自害ということになってますけど、要するに三浦義澄とかがですね、嘆願して命乞いしたらしいですけど、まあ、頼朝は、まあ、許さなかったんでしょうね。まあ、許すはずがないといえばないんですが、要するに娘の八重をですね、まあ、正室ではないんですけども、認められてはいなかったんですけど、いましたし、その子供を殺されてしまいましたから、殺したのは助親の命令であるというのは、まあ、間違いないと言われてますし、この地獄川淵っていうのがね、松川にありますけど、今日ちょっとそっちも行ってみようかなと思うんですけども、やっぱり許せないと。で、助親にしたら頼朝もですね、まあ、自分の配下にいたのに自分の娘にまで手をつけてと、お互いにも敵対になってたのは間違いないんで、まあ、最後自害って書いてありますけど、おそらく殺されてるでしょうね。生かす理由がないですし、まあ、出家した、一応出家になってますけど、出家していたとしてもですね、頼朝がやっぱり許すわけがないんですよね。自分の子供殺されてるわけですから、しかも男児ですからね。まあ、結局その次男のですね、助清も今出てますけども、あの方も結局生きてられないということで殺されてしまうと。そして工藤助経といえば、まあ、曽我の兄弟のですね、仇討ちで有名ですけども、結局この伊藤氏を支えて、まあ、最大のこの時期のですね、最大の勢力にした助親公という、まあ、有名な武将だったんですけども、まあ、その後この伊藤ではちょっと振るわないと。まあ、工藤家の方になりますけど、ご子孫はですね、日向伊藤氏ということで、戦国時代に島津氏とか大友氏と戦って、活躍するんですが、まあ、それはそれとしてですね、助親公どんな方だったのかと、まあ、ここは坂東とは言いづらいですけども、東海地域なんですが、まあ、坂東、いかにも坂東武者っていう感じですよね。ですから大場景親公も、まあ、似たような運命というか、まあ、結局頼朝を攻めたということで、最後は許されるのかなと思ったら、それはやっぱり無理で、景親公はもっとひどい殺され方をしてますよね。藤川の合戦の後ですけども、まあ、そういう意味ではですね、この最大勢力を誇って兵士の後ろ盾を得ていた武将たちが次々と、まあ、頼朝挙兵ということで、頼朝についた、武将たちに滅ぼされていくと、そういうことになりますね。まあ、ある意味犠牲者といえば犠牲者ですけど、もう少し時代を、もしかしたらですね、この方が頼朝を担いだらどうなったかなっていうのもちょっとあるんですけどもね、北条氏に行かずに、はい、伊藤助親公、なんか豪遊って感じですかね、荒武者っていう感じがしますけど、まあ、ドラマはね、またそれで楽しみだと思いますね。伊藤助親公、物見塚公園からでした。